これはいいバフかかってるぞ。出ない要素がない。こっちがすり抜けてくれなければ全然いいです。ジンが来て胸がジーンとくる。ああやばいやばい、あやばい、鳥肌やばい、鳥肌やばい。嘘でしょ、最悪じゃ、見えてないじゃん。どうも皆さんこんばんは、お待たせいたしました、ダイマハマハトラです。もう一回最初、ダイマハマトラです。こんにちは。本日は自分を引いていこうと思います。もちろんモチブキもよろしくお願いします。寒いよ、めちゃめちゃ寒いよ。エアコンつけたのに。俺今日9時半に配信する予定だったけど寒すぎて早めた。9時15分からにした。俺の財布が死ぬよりも先に私の寿命がつきそうです。初見さんの方もこんばんは。いつもはこういう感じじゃありません。ガチャの時だけです。この空間マジでゴッド、マジ超ぬくい。ここだけ唯一だから俺このために短パンだもん。テロですからね。でもズボン、長ズボン履くわけにいかないですからね。コスすれば出るんでね。本当にこれはもう人生をかけてみんなに伝えていきたい要素でもあるので。まあ、現在今、2万4000以上課金してきましたが、多分大丈夫なんじゃないかなと思っております。だって見てこの格好。まあ、今までね、イエランとかのコスプレをしてね、タイツバフで、モナが出てきてしまうとかありましたけれども、ないでしょ。この格好で、原神キャラ、ない。他に。もう背の要素しかない。だからバフがかかるのは背のだけなんです。きなり？あ、まあ、いや。いや、出ない。出ない、出ない、出ない。で、全然出ない。大丈夫、大丈夫。もうね、俺がもうすでに工場で持っているのは、はい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 。ここですね。OK です。もう、ジンだけがね、貫突してるんですよ。なので、工場もジンだけは来てほしくないっていう感じ。なるほど。ジンが来て、胸がジーンとくる。面白いか。面白くないか。かなり寒くなってきた。なんでだよ、誰だ、さっきテラリって言ったの。有言実行じゃない。あもうそっちじゃないって。つけたろうか。違うだろ、全然違うだろ。どこが似てんだよ。どこが似てんだよ。全然似てないじゃないか。もう友情出演やめて。ダジャレが面白かった。そうか、しょうがないね。あ、俺のダジャレ面白かった。だったら全然いいわ。マジ今寒すぎてね、逆に頭がね、ジンジンになってきてる。俺は今、いくつだ ?70 か？うわぁ、ありがとうございます。やばい。ここつけてないんだよ、俺今日。危ない。やったー。まあ、でも、こっちだから。いや、こっちがすり抜けてくれなければ全然いいです。デラックス日輪刀に関してはもう持ってます、一本。フリーナで使えないこともないですが、なんか、貫突したらあんまり言うのやめよう。普通に、普通に行きましょう。あ、俺見えてた。俺見えてた、別に。あ、セロ3人いるわ。これはいいバフかかってるぞ。出ない要素がない。完璧に出る。パッとパッとパッと引いてパッと出す。マジンゴ。なんでだ。なんでだ。うわそっちじゃない、そっちじゃないよ。マジできつい。それは違う。そっちじゃない。デラックス日輪刀じゃない。うわ、嘘でしょ、最悪じゃ、見えてないじゃん。俺が暴れてただけじゃん。うわ、見せたかった今の。言って言ってたな。うん、間違いなく言ってたな。ごめんごめんごめん。いや、俺、ダイマハマトラだから、配信初めてなんだよ。
配信初めてなのにここまで頑張ってると思って。あやと弾く予定はないんだね、今ところ正直。派手派手が好きなの。モーション派手派手。あなたの体験キャラとか、炎でもうディルクの、何違う形でもう体験ブブブブ振り回してほしい。マジでやばい、さっきダジャレ言ってよかった、めちゃめちゃいいよ。でもこれ確定じゃないです。これ確定じゃないのよ。もう日輪刀見たよ。やりね、やり。え、やば。まだ。うわ、超やば。やばい、やばい、あ、やばい、鳥肌やばい、鳥肌やばい、あ、やばい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 。ちょっと待って、グロいって、いらないのよ、もう。いやー、いやあやと弾けって言ってんのかな。もういらないよ正直。もうセノにもたせろ。あれバグった。おいおい、デラックス一人と息をしろ。お、壊れるな。ちゃんと平成ルテ言いなさい。あれこれなんか、あれ水主人公、あれこれ水主人公の武器だ。完全に水鉄砲撃ってる。あや、最悪。いけないし。もう、コスレするのやめようかな。2万4000で終わらせるつもりが4万8000いこうとしてる。俺、初めての武器ガチャ貫突、デラックス日輪刀かもしれない。あと2本引いたら、武器ガチャ貫突違う3つわかんないよ。おっと。なるほどね。なるほど、なるほど。武器ガチャ回してたら、バックがガッチャガチャ。これはね、マックスだ。マジでコスプレ意味ねえ。今日の配信始まる前の俺に言ってあげたい。コスプレバフないよって。特にダジャレだけは絶対に言うなよ。ってか俺がさっきダジャレ言ったからこれあれじゃん、天井なんじゃん。もうやだマジで。誰だよ、もう一回ダジャレ言ったら出るかもしれないって言ったやつ。もうやらない。長かった。あー長かった。金メッキじゃないの。金メッキだとずっと思ってたけど、金メッキじゃないの。そっか、超撃化とかも対象に入るから強いな。これでいいんじゃない。まあこれでいいだろう。多少変わるじゃん。オッケーオッケーオッケー。使い方全くわからないけど、まあ、とりあえず行ってみよう。使うか。うわ、使い方わかんねえ。とりあえず通常で攻撃していいのかな。あ、違う。あ、なんかもうあれか、アイコンが出た、もうアイコンが出たらすぐ使っていいのか。あー、でも激化使わず普通に3万ぐらい今出てた。結構ダメージ出てるよ。なんか2万ぐらいしか出ないかなと思ったけど、3万ぐらい出てた。で、お、お、強い強い強い、4万とか出てる。あ、4万とか出てる。あ、スキルやるよって。スキルやる時間がない。でもな、現地を上げなきゃいけないから、火力もだからもう今でマックスようなもんだよね。セーブする手。0レベル、18レベル、16レベル。厳選してない。今は一突はいいかな。何もすり抜けせずに出てたら一突間違いなくしてたけど、無理。だってデラックスリチリと2本も出すし、もう相棒のティナリ出すし、予算オーバーです。